デケデケデン。ひとつひらめの踊り声。ふたつふしだらセクハラおじさん。みつ見えない浮き輪の穴をやっつけてあげますです。デデデン。この旅の方、助太刀致そうです。忍法分身の術、シュボボボ。もももも、聞かないです。なら、危険チュボめぎり。安心しろ、峰打ちでござる。ママナを一掃です。礼は結構拙者名乗るほどのものでもないでござるです。後ろ髪を引かれる思いなのはわかるです。でも引き止めてくれるのです。忍者は背中で語るものです。あ、うわ、背後から来るとは卑怯な魔物です。こうなったら危険三日雪斬りで。こうなったら切腹するしかないです。あ、早まるなです。何かいい策でもあるです。わあ、なんです、この湧き上がるような力は。まさかこれは今です。危険さみゅだれぎり、シュルルルル。やったです。一発逆転で見事に魔物を倒せたです。それというのもきっとあなたが将軍だからです。将軍はいるだけでみんなの力がアップするです。いやいや、違わないです。みんなまで言わなくて大丈夫です。一緒にいるだけで力が湧くのが将軍の証です。はっ、ということはさっきまで私は将軍に数々のブレイブをガタガタガタ切り捨てごめんです。悪大官に売られたくない。ビーをくるくるって回されて外されたくないです。本当ですか？私は将軍の進化に加えてください。マシオクルトです。私はニノンです。これからよろしくです。将軍、私と一緒に天下統一するです。新忍法呪文者斬りを試すです。見ててください。お、呪文字
ぎりじゃないです、呪文じゃぎりですよ。おりゃー、もんじゃ作るです。ここに一気に種流し込むです。じゅーもんじゃ、じゅーもんじゃ、いい匂いです。今です、切り分けるです。はー、時計が決壊したです。失敗してしまったです。なかなか奥が深いです。呪文じゃぎり。それとも先に忍法スコンブ地獄の完成を急ぐべきですか。うん、君たちどうしたです。小さな忍びさんたちですか。いやいやい、お前たち誰に許可をもらってここで訓練してるんだ。ここは俺たちフェニックスファミリーのもんだ。わわ、どうやらここは子供たちの遊び場だったみたいです。しないでください。今日の国通り合戦で町の外れを手に入れました。天下統一のための大きな一歩です。だからため息なんかつくのやめるです。ニノンがついてるです。笑う角には福は打ちです。お金を使っちゃったから今日の晩ご飯は一品マイナスなんです。天下統一のため、それはそうですが、それとこれとは別の話です。侍ルートは耐え忍ぶことと見つけたりです。
将軍、テヘンダ、テヘンダです。最近渓谷に魔物が現れて魚商人が迷惑してるそうです。町全体が迷惑してるので大規模な徒党を組んで向かう討伐計画が実施されるそうです。討伐隊の出発は明日の昼だそうです。その魔物を倒したらきっとお城がもらえますです。加賀百万石目指すです。私たちの天下統一もグーンと近づいて座りしままに君は二男たちです。あ、でも魔物は相当強いらしいです。いきなり行って倒せる保証もないしとても危険です。にゃー、でもみんなで行って全員で戦えばどうにかなるです。それに私最近とっておきのとっておきの必殺技を習得したです。いざとなったらそれを繰り出すから、将軍はよかった船に乗ったつもりで安心してください。将軍とよかった船、うん、ロマンチックです。強いです。なんて強い敵なんでしょうか。このままじゃみんなやられてしまいます。みんなの士気もだだ下がりしてます。ありがとうです、将軍。そうですね、負けちゃいられないです。何か作戦は？あ、そうでした。今こそとっておきの必殺の忍法の出番です。おのおの方の皆さん、必殺の忍法を使うので、ここにいる皆さんの力をお借りしたいです。たくさんいればいるほど効果が上がるです。ぜひ手伝ってほしいです。お、なんかすげえ魔法でも繰り出すのか。よっしゃ姉ちゃん、その話乗ったぜ。それじゃあ皆さん、私と同じ動きをしてください。いくですよ。忍法なんだよ。いいえ、これは昔異国から来た非力な冒険者が私の王国に伝えた忍法だと聞いたです。これをやるとどんな魔物も逃げ出すらしいです。あ、おい、まさか本当に効果が？やっぱり効かないじゃねえか。なんでです。とりあえず逃げるが勝ちです。将軍、将軍、今日はドカンを倒
いつしに行くですか？あ、夕飯の食材を買いに行くだけ？ついてこなくていい？そんなご無体な青春でござるです。あれ諸君、あそこに何か光が見えるです。はあ、何ですかこの光は？どんどん近づいてくるです。はあ、諸君、こっちです。急にお呼び立てして申し訳ないです。それもこれも道でとんでもないものを拾ったのです。ここに取り出したるはデケデケデン宝の地図です。見てください、ここの建物に円マークと秘密の入り口が書いてあるのです。銀行ですか？なるほど、銀行なら確かにお金があるです。でもどうして秘密の侵入経路があるです？あそこにいる奴らが手に持ってるのは俺たちの強盗計画地図じゃねえか。マジかよ、あんなところに。とっ捕まえろ。はあ、いきなり何するの？私たちを縛るです。もしかして寿司職人さんですか？手巻き寿司の練習をしてるです。違う俺たちは泣く子も黙る強盗団よ。ボスの指示で今日は銀行強盗するはずだったんだよ。地図をなくしちまって困ってたんだけどな。その地図を見られちまったからには生かしちゃおけねえ。お前ら二人ともこのままどっか人気のないところに運んで始末してやるさ。このことをしたらお天道様が許さないですよ。責任者は誰です？俺も知らねえんだ。俺たちのボスの正体は誰も知らねえ。ただ一つコードネーム以外はな。将軍だと？なんでボスのコードネームを？まさかこいつがボスなのか？おい待て、たまたまかもしれねえ。こいつが本当に俺たちのボスの将軍なら決めておいた合言葉を言ってみやがれ。合言葉？私たちの合言葉なんてたって一つです。それは天下統一です。合言葉まで合ってるじゃねえか。やっぱこのお方が将軍だよ。おい、縄をほどけ。将軍、大変失礼しました。お許しください。まったく、姿かいです。お前ら、ごとうなんてやめて、今すぐお家に帰るです。はは、申し訳ありませんでした。町の平和は今日も守られたです。このように悪の栄えと試しなしです。よかったですね、将軍。どうだった？私からのプレゼント、いい夢見られた？今のはね、あんたとニノンの記憶のかけらをもとに私が作った夢なのよ。懐かしかった？まあまだわかんないか。あんたがもっと記憶のかけらを集めたら、また夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるの。頑張ってね。それじゃまたね。
私と同じ夢見てたです。さすが私の将軍です。将軍だからきっと同じ夢を見たです。それに夢でも天下統一をしてましたです。さすが将軍です。私ももっと頑張って中心になんて呼ばれるようになるです。頼み申したいことがあってきたです。戦うだけが天下統一への近道じゃないと思うんです。聖帝は孤島はお味噌汁です。なので私を図書館に連れて行ってください。お願いです。ニノン、これから毎日将軍の草履懐で温めるですよ。将軍です。さあさあ早く行こうです。いやー、今日の図書館は素晴らしい成果でした。何よりずっと読みたかった武士道が読めたです。感動で胸が震えて祇園精舎の鐘が鳴るです。武士道ってどういう本かです。それはですね、将軍や侍たちの生活、考え方、それに料理などが載っているすごい本なのです。そうだ、今日は図書館に連れて行ってくれた将軍にお礼をしてあげたいです。何がいいですか？それはナイスアイディアです。武士道が早速活かせそうです。ちょっと照れますけど、将軍の頼みなら仕方がないです。分かったです。それじゃ訓練でもしてお腹を空かせてきてください。その間にギルドハウスで料理を作って待ってるです。
リャリは愛情マガカラあたかぎいパン山回り甘り入れておくです。こうご期待です。おかえりなさいませです。あなた、ご飯にします？お風呂にします？それとも私？ダメだったですか？申し訳ないです。足りないものがあるってちゃんと分かってるです。でも、その裸にエプロンはさすがに恥ずかしかったのです。武士道に書いてあった将軍に料理を作る時のトラディショナルのマナーらしいのです。やってみようとはしたんですが、いざやってみると顔が赤ちょうちんみたいに真っ赤になって、どうしても無理だったです。これからはもっと将軍の言うことを聞けるように修行するです。だから捨てないでください。街ですごいことやってるんです。そこでチラシを配ってたのをもらってきたんです。ちょっとこのお知らせを見てください。その名もデクデクデン H1 グランプリです。賞金総額1000万ルーピー、おのおのが日頃鍛錬した秘術を披露し合うという大大大イベント。諸君、きっと本物の忍者なんかもたくさん来るですよ。天下統一の仲間ができるかもしれません。一緒に見に行くです。ねえねえ、お願いです。将軍の通り、ニナンが懐で温めておいたですよ。
将軍です。アパネ将軍です。楽しみですね。さあさあ、レディース&ジェントルメン、 H1 グランプリの開幕だよ。一体どんなすごい秘術が見られるんですかね。ワクワク、ドキドキが止まらない暴れ大鼓です。エントリーナンバー1番の方どうぞ。エントリーナンバー1番、俺の秘術はへそで茶を沸かすことだ。なんですって。なんたることです。お腹の上にやかんを乗せて、その脇からバナーでやかんを炙っているです。きっと熱いのです。苦しいのです。でも耐えてるのです。へそで茶を沸かす、ただそのためだけに。プロフェッショナルですね。続きまして、エントリーナンバー2番。俺の秘術は空気を自在に操ること。なんと、にわかには信じがたいです。将軍、空気を操る秘術使い、味方につけたら相当な戦力になるですよ。それじゃあ行くぜ。空気の音が聞こえるように耳かっぽじってよく聞けよ。ごっくり。ふぅ、風の音が確かにしたです。ああそうさ、俺が空気を操る、それは放屁のことさ。俺は自由自在のタイミング、狙った音色で多彩な部屋を出し分けることができるんだ。驚き、桃の木、磯辺焼きです。それじゃあここで一曲、故郷に残してきた恋人を思って作った曲を演奏します。聞いてください。放屁で奏でるセレナーデ。将軍、これすごいです。美しいメロディー、音色、私は感動してるです。金一封差し上げたいです。将軍、来てよかったですね。クバパラクバパラ。さあ、お次は飛び入り秘術チャレンジャーを募集するよ。腕に覚えのある方はステージにどうぞ。そこのお嬢ちゃん、ステージに上がって。将軍、ここで一つ私が秘術を使うのにお願いがあるです。これは相手がいないとできない秘術なので、私と一緒についてきてください。さあ、お嬢ちゃんは一体どんな秘術を見せてくれるのかな。飛び入り参加つかまつります、ニナンです。
私が披露するのは忍法千手観音の術です。はあ、シュバブ。おっと、ニノンちゃんの手が四本に増殖したと思ったら、後ろにいる相方さんが別の方向に腕を伸ばしただけだ。まだ楽のはまだ早いです。さらにくねねねね。驚くって、今度はタコみたいにぐねぐね両手を動かしてるだけだぞ。いや違う、なんきゅう、なんきゅうもんを見せてくれたんや。どういうことだよ、分かってる不動さん。おぬしらには見えんのか、無数の手と手が絡まって、あれこそまさに千手観音、東国の神秘、母性、観音性、トンビ、全てを兼ね備えた美の少女。わしには見えたわ、我がふるさとの光景、炊き込みご飯の匂いと母の膝枕が。ママ。わかってる風の人にそう言われたら、なんかすごいものに見えてきたぜ。宝も日本晴れです。お次はそこのお客さんも一緒に参加するです。忍法おでん熱々食いの術です。さっき買ったこれを私と一緒に息食いするです。おお、任せて。こんにゃく熱いって。まだ木は熱い汁がいっぱい出て危ないです。汁もの危険です。おでん汁ブシャー。将軍、将軍、天下統一の仲間がいっぱいできたですね。って、あれ将軍、どこに行ったです。一緒に逃げてもらって申し訳ないです。上に人上に恩は切るです。でも街で野党が暴れてたら見過ごすことなんてできるはずないです。だから思わず手が出てしまっても仕方ないことです。忍者や侍なら義を見てせざるは夜泣きなりです。それで結局逃げることになったのは申し訳ないですが、この辺りにひとまず身を隠すです。抜き足、差し足、昆布出し。
ついたです。諸君、この洞窟の中でしばらくゆっくりしましょうです。ニノンと一緒にチルアウトするです。それにしても薄暗い洞窟です。今にも忍びの蛇やコウモリが現れそうです。しばらく諸君のお隣にいていいですか？ありがとうです。諸君のおそばがやっぱり落ち着くです。お腹が空いたらスコンブがありますから行ってくださいです。あれ、諸君、私に何か聞きたそうな顔してるですね。何ですか？
将軍、町の外れに遊戯場ができたらしいです。遊戯場、将軍様おたわまれみたいな、なんだかとっても興奮する響きです。いてもたってもいられないです。早く行くです。すぐに行くです。ほわはい、おうち。あれ、変な光が体を包んでいるです。ほわ、将軍、今日は私たちが天下統一を目指すために避けては通れない場所によくぞ来てくれましたです。そう、ゲームセンターです。しかしゲームと侮れないものがここにあるのです。そう、絶対に負けられない戦いがあるのです。天下分け目の大戦です。ということで、この刀型コントローラーを手に持ってください。レッツプレイ体感型サムライ剣術アクション、ソードオブヤマト2です。うりゃー、てい、とりゃー、ここでスモレスラーに256発打撃を与えると倒せるという噂があるです。負けてなるものかです。ジョウェー、私もなかなか頑張ってますが、敵も去るものです。まるで核欲の陣です。やられてしまったです。こうなったら忍法コンティニューの術です。シュバー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 、チャリンチャリンチャリン。これも天下統一に必要な犠牲なのです。黄金色のおまんじゅう。
おいお兄ちゃん、100円ぐらいくれてやれよ。そうだそうだ、彼女さんにクリアさせてやれよ。皆さんありがとうです。燃えてきたです。私たちのボルテージが高まって今です。将軍必殺技です。壊しやがって、弁償しろ。ごめんなさいです。どうだった？私からのプレゼント、いい夢見られた？以前のあんたとニノンの記憶をもとに作った夢なんだけど、今のあんたはこんな行動をとるのね。私も見てて楽しかったわ。それじゃまたね。あ、ここはどこです？今のは夢だったですか？夜になってるです。この時間じゃもう遊戯場も閉まってしまっているです。でも今日は夢の中で将軍とたくさん遊べましたです。だから私とっても楽しかったです。将軍のおそばにいられることがニノの心からのお喜びなんです。明日はちゃんと遊戯場に遊びに行きましょうです将軍。